はい、どうもひこまんです。毎年恒例のおめでたいトミカです。2023年は福徳トミカ、めでたい感じのねトミカが並んでおります。パッケージはこんな感じ。ボックス商品、出荷時開封厳禁です。こんな感じです。でラインナップは 1,2,3,4,5,6 全6種類です。スズキラパン、ウサギ年、スバル BRZ、 バシユーリートラックスクオン、カブトムシ、日産フェアレディ Z クジャク、トヨタ GR86 シシ、スバル360テントウムシ。なんか首をかしげてしまうものもありますけど、カブトムシとか、なぜカブトムシなのか、もしかしたら縁起のいい虫なのかもしれない。こんな感じに入っております。まあ一応ね配列を見てみましょうか。とりあえず左の一番手前から開けていきます。手を開けていきます。こうやって開けていくの久しぶりだな。そういえばこういうトミカなくなってしまいましたよね。そうそう、トミカくじ。では開けます。何が出るかな。お、これは白い日産フェアレディ Z クジャクです。ほほほほ、すごいおもちゃ感ある配色です。ここのルーフがね半透明っていうのがねおもちゃな感じがします。とりあえず見ていきます。タイヤも透明なんですね。サスペンション効いてます。松の絵が描かれてます。そしてボンネットのところにはクジャクがおります。ここにもクジャクの羽の模様があります。こちら側も松です。ルーフ取れます。オープンカーです。そういえばフェアレディ Z のオープンカーってあまり見ないですね。そんなわけでまずは日産フェアレディ Z でした。クジャクです。これ並べていきましょう。では左端奥です。さて何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。デレレデレレレデレレレン。おっと、これは赤色だぞ。トヨタ GR86 ですね。シシです。おお、これはかっこいいぞ。すごいね、やんちゃな人が乗りそうな配色です。成人式ね、これで乗りつけたらかっこいいですよね。ブラーンつってこれは雲ですね。そしてフロントグリルが金色です。ここに GR のエンブレムが入ってます。そしてここに獅子がおります。すごいですね、なんかゴジラみたいです。睨みを利かしております。ホイールの縁がゴールドなのがまたいい。では次です。真ん中手前、果たして何が出るかな、何が出るかな。デレレレンレンデレレレン。
おっとカーブともしです。ユーリートラックスクオンです。このカブトムシせめてゴールドにしてほしいところですね。普通の成形色です。カブトムシが乗っております。カブトムシの絵もあります。ホイールがゴールドです。ここにもカブトムシがおります。これは特に外れそうにないですね。ちゃんと中地面あるんですね。虫かごっぽくなってます。なぜカブトムシなんだっていう疑問が残りますけど。では手前奥です。果たして何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。うよ、では開けてみます。おっとまた赤色です。スバル360です。おお、相性がねテントウムシなんでぴったりですね。テントウムシはね割と縁起のいい虫みたいです。太陽に向かって飛ぶ感じがいいみたいです。目標に向かってねまっすぐ突き進む感じ、太陽の神の使いだそうです。これはなかなかに縁起がいいです。カブトムシは調べましたけどね、まあ出てきたんですけどね、福徳トミカの説明でした。なんかね努力が実を結ぶそうです。そんな歴史のある説明がなかったです。昔の戦国時代だとねトンボがいいらしいんですけどね、一直線に進む感じとか肉食でね害虫を食べるところなどから古来よりね縁起の良い虫として愛されてきたそうです。なもんでね兜の頭にトンボのね形をしたね作り物をつけたりします。カブトムシはなかったような気がします。でスバル360、相性がねテントウムシだけあったねぴったりですね。こんなベタな表現したのは初めてかもしれない。まさにテントウムシ。点々あります。1,2,3,4,5 ここです。でこれボンネット開くんですよね。開けました。中には何も入ってませんけど、では次です。では次は一番右端の手前です。何が出るかな、何が出るかな、デレレレンレンデレレレン。では開けます。お、また赤色です。続きラパンですね。これはウサギ年です。干支でね統一されてる感じじゃないんですよね。6種類しかないから揃えるの無理なんですね。雪うさぎがおります。ゴールドでね模様があればねなんとなく縁起がいいっすよね。ここにもうさぎがおります。非常にね簡略化されたウサギです。結構一筆書きな感じで書かれております。あ、これウなんだ。漢字のウがウサギになってます。素晴らしい。特に開くところはないですね。ではいよいよ最後です。一番左端の奥です。何が出るかな、何が出るかな、てててんてんてんてててててん。開けます。おお、いきなり黒くなった。これはスバル BRZ のワシです。これまたかっこいい系ですね。黒じゃなかった、茶色です。コーヒー色です。
横にはワシが飛んでます。ボンネットのところに雲です。PRZ とね86がね似てるんですよね。パッと見わからないんですよね。フロントグリルの辺が違います。よく見たらこっち雲からね獅子の足が出てます。かなり巨大です。なもんで全種出揃いました。まあ私的には出たらいいのは86かな。可愛いところではスバル360で、一番出てほしくないのはこれかな。トラック自体は好きですけど、カブトムシが謎です。もうちょっと縁起のいいやつだったらよかったんですけどね。まあ1年の運試しでね、一つつまんでね開けてみるのもいいと思います。こうやって見るとね、箱の並びから中の配列が分かる感じでもないです。非常に不規則です。前はなんか規則性あったりしたんですけどね、こっちの小さい箱からね伺い知ることもできなそうです。解読すればなんかあるかもしれないです。というわけで福徳トミカの全種紹介でした。バシッ。